シクロヘプタトリエンは、外見は、無色の液体で、分子式が C7H8 と表される7、因関構造を持つ単化水素。特徴的な構造により、構造科学や反応科学の研究対象とされてきた。有機金属化学では、トロピリウムイオンなどの排位子の線具体として、用いられる。シクロヘプタトリエンは、パイ電子の強薬系に、 メチレン元が挟まっているため方向属化合物ではなく、その管は平面上ではない。メチレン元からヒドリドイオンを除去すると残されたカルボカチオン炭素上に空のピーキドが現れバイデン主系との協約系が管を作るため方向属性を得る。その時発生するシクロヘプタトリエンカチオンはトロピリウムイオンとも呼ばれ、構造は平面上である。 実際的な手法では、シクロヘプタトリエンをご塩化リンで参加して、トロピリウムイオンとする。1881年にアルベルト・ラーデンブルクがトロピンの分解により、シクロヘプタトリエンを発見した。その後、1901年にリハルト・ビル・シテッターにより、同じ化合物がシクロヘプタノンを原料として合成され、7因間を持つ分子構造が証明された。 実験室的に、シクロヘプタトリエンは、ベンゼンとジアゾメタンとの光反応や、シクロヘキセンとジクロロカルベンとの不加体の熱分解によって得られるほか、シクロヘプタトリエン誘導体を得る方法に、ブッシュナの感覚大反応が知られる。ベンゼンを、ジアゾサクサンエチルと反応させ、ノルカラジエンのサクサンエチル誘導体に変える。これを熱で転移させて感が拡大した。 シクロヘプタジエン作酸エチルを得る。ノルカラジエンからシクロヘプタトリエンへの感覚大反応。X イコールチャコニエシクロヘプタトリエンやシクロオクタテトラエンはローダミン 6G のミエコーのクエンチャーとして色素レーザーで用いられる。ありがとうございます。